こんにちは、サンロードの花園です。見てください、ここどこだと思われますか？これ全部ですね、ブロッコリーですよ。ここですね、ちょうど熊本県のですね、この辺りに来ております。それではですね、もうちょっと近づいてみましょう。水がなかったですよ、今年は。田植えで、うちはもう少し、まあ、5段ぐらいはあってんか、一坪がまだ終わらんで、はあ、これで管理したとこやる、あっちもですか？あっちもです、みんなブロッコリー、はい、一方、道端だ、日曜ばかったんですよ、畑が、はあはあ、桑畑だったけ、はあ、それに栗がだいぶ植えたで、もう栗も手入れんできんばってんでね、はあ、もう場所ば塞がんとしたね。うちも主人が大工だもんだっけ、大概仕事に行くもんだっけ朝晩に仕事してやって、お湯とはもう手で人手ばかで、手でもう機械小屋買いよったじゃ年の差だ見てください、こちら先ほど採れたてのブロッコリーです。この綺麗なブロッコリーがですね、サンロード各店に並んでますよ。こちらですね、よく見ていただきますと蝶々がですね飛んでるんですけども、この蝶々がですねもう飛んでるってことはですね、上陸してないっていうことでですね、もうブロッコリーの本来の味がですね味わえますよ。またですね、こちらブロッコリーのスティックタイプのブロッコリー、スティック専用だそうです。見てください、もうなんかですね食べやすい形してますよね。ちょっと食べてみますね。うん、甘みがありまして、とっても美味しいですよ。また軽く茹でて、こちらマヨネーズつけて食べるのもとっても最高でしょうね。はい、次の場所にやってまいりました。ここもですね結構山ですよ。見てください、この辺りです。結構山深いところですよね。こんな山深いところにですね、ご覧ください、ビニールハウスがいっぱいあります。ここのビニールハウス、何が育ってると思いますか？ここですね、あのアイコトマトが育っておりますよ。それではハウスの中に行ってみようと思います。ハウスの中にやってまいりました。ご覧ください。こちらですね、全部アイコトマトですよ。また、ところどころ黄色い花見えますかね？こちらの黄色い花、アイコトマトの花ですよ。芽がだいぶ伸びているので、それを摘んで、種の枝を伸ばしていくようにします。いらなくなった秋芽を これですっきりさせます。ホッパーホーやアイコトマトはあのデザート感覚とか、まあ、感覚食べられるので、はい、うん、まあ、どうしても味が良くて美味しくて品質が良くて、そういったですね、それはやっぱある程度こうずっと四国加工あのソルト感覚には売れないんで、うん、やっぱ店側もある程度回転していないことには次の注文ができないので、うん、まあ、ある程度こう、はい、売りやすい価格っていうのがですね、やっぱあるからですね。ご覧ください。下の方にはですね、もうアイコトマトの実がつき始めております。こちらのアイコトマトですけれども、6月中旬ぐらいからですね、サンロードに並びますよ。はい、次の場所にやってまいりました。ご覧ください。ここ一面ですね、麦がもういっぱい植わってますけれども、この麦畑を見てますとですね、ハウスが現れました。熊本県は鹿島町にやってまいりました。大体この辺りですね。こちらもビニールハウスがいっぱい並んでおりますよね。こちらのビニールハウスの中でも、アイコトマトがですね、ただいま順調に育っております。それではハウスの中に入ってまいりましょう。はい、それではハウスの中に入ってまいりました。ちょっとご覧ください。なんかちょっと変わった感じに感じられませんか？下の方を見ていただくと分かられるかと思うんですけども、見てください。茎がですね、ぐる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 巻いております。こちらですね、長さがだいたい12メートルから15メートルほど伸びるそうです。こちらですね、まあ、最初下の方から収穫していきまして、どん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 伸びるとですね、実が上の方に来ますよね。それをですね、下げて収穫して、またつるが伸びたら下げてって感じでですね、それを繰り返してですね、こういう感じでぐる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 回っていくそうです。そこの消費者の方たちの、
好みというかですね、うん、そうですね、はあ、ありますので、全てが高糖度の甘い甘いトマトを作るじゃないと思うし、ですね、うん、で極端に酸味が強いトマトを作るわけでもないですし、うん、でそのバランス的なものもあるのかなと。熊本県北山市鹿島町でミニトマトの愛好を作ってます株式会社ミニセ農園です。結構全国的にも知名度が高いミニトマトの品種なんですけども、ちょっと赤色系のプラム型のミニトマトです。特に甘みとかですね、旨味成分も豊富に入ってまして、お客さん消費者からはすごく人気が高い商品となっています。このハウスの中の日射量とか温度はですね、コンピューターでもう自動的に感知しておりまして、温度が高くなったらですね、もう自動的に上の方を開けたりですね、日差しが強くなったら上の方にですね膜が張って日よけを作ったりとかですね、もういろいろとコンピューターで管理されているそうです。一ついただきましたんで食べてみたいと思います。いただきます。噛んだ時のプチッっていうのがいいですよね。また酸味もちょっとまろやかで甘みもございまして、おすすめのアイコトマトですよ。こちらの鹿島町で採れましたアイコトマトがですね、ただいまサンロード各店に並んでおります。こちらですね、だいたい6月半ばあたりぐらいまで並んでおります。またですね、10月ぐらいからもですね、こちらで育ちましたアイコトマトがですね、サンロード各店に並び始めますよ。ということで戻ってまいりました。このようにですね、サンロードではもう水野さんが男性に育てられましたブロッコリーやですね、また春樹さんや藤瀬さんがですね、もう男性に男性を込めて育て上げましたアイコトマトなどですね、その他にもサンロード各店ではですね、もういろいろな生産者さんがですね、もう男性に男性を込めて育て上げましたお野菜や果物をですね、いろいろとご準備いたしております。ぜひですね、お野菜や果物をご用命の際にはサンロード各店をご利用いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。またですね、こちらの動画もよろしければご覧いただければと思います。コメントもですね、お待ちいたしておりますので、もどしどしコメントをしていただければと思います。それではだんだんなー。